大阪維新の会堺市長候補の長藤秀樹でございます。長藤秀樹、大阪維新の会公認候補の長藤秀樹でございます。これよりはもう間もなくこちらの一角をお借りいたしまして、大阪維新の会堺市長候補長藤秀樹、皆様に熱い思いをお伝えをさせていただきます。街頭演説を開催させていただきます。そしてこれよりはご当地選出の黒田正樹市議会議員もご挨拶をさせていただきます。どうぞ皆様におかれなくてはお忙しい中とは存じますが、このマイクの声にお耳を傾けていただきまして、大阪維新の会がこの選挙戦にかける意気込み、そして長藤秀樹候補者本人の熱い思いをお聞きいただきたく、皆様にお願いをさせていただいております。こちらは大阪維新の会公認堺市長候補の長藤秀樹、皆さんこんにちは。こちらは大阪市の会でございます。ありがとうございます。今日はこの北野田駅前ロータリーお借りいたしまして、長藤秀樹市長候補演説会を開催させていただきます。まずその前に、僕の方から少しお話をさせていただきます。大阪維新の会がこれまでこの堺でも改革を訴え続けてきたのは、今後迎える人口減少社会、日本国中で全ての市町村の財政状況が厳しくなっていく、そんな中においてこの堺市では次の世代に投資がなされることなく、皆さんが納めた税金が無計画な箱物や、そして出口のない補助金、そういったところに使われて、そういう現状を変える、その思いで大阪維新の会はこれまで改革を訴え続けてまいりました。大阪維新の会、皆さんが納めた税金をしっかりと皆様のもとに還元ができる、住民サービスとなってしっかりと還元ができる、その仕組みを作る、そのために大阪維新の会、これからも改革を続けてまいります。そういった改革前に進めるために、今回の市長選挙負けるわけにはいきません。必ずこの選挙を勝ち抜いて、誇れる堺を次の世代に引き継いでいくために、皆様お一人お一人のお力を長藤秀樹に賜りますようよろしくお願い申し上げます。次は長藤秀樹候補者本人より皆様にご挨拶をさせていただきます。北野田駅周辺をご通行中の皆様、近隣商店の皆様、こんにちは。堺市長候補長藤秀樹です。今日で堺市長選挙3日目、堺の将来を決める大事な堺市長選挙、当選はただ一つ、経済化、成長化、この堺が大きく前へ進んでいくために、皆さんの一票でこの堺を動かしていただきたいんです。停滞、そして衰退に向かうのか、それとも一歩踏み出して大きく成長へと舵を切るのか、その分岐点がまさに今回の堺市長選挙なんです。今の古い行政の仕組み、考え方では堺を成長に導くことはできません。住民サービスを向上させることもできません。私は新しい発想、民間の力、大きな視野で社会の成長を目指し、そして実感できる住民生活の向上へとつなげていきます。大阪維新の会長藤秀樹、大阪維新の会長藤秀樹、今の古い行政を徹底的に見直して、そして新しい発想で成長へとつなげていく。本当に今の体制の考え方古いんです。
民間に任せるべきところは民間に、それが今の時代の流れ、それでも今の堺市は何でもかんでも行政がやってしまう、民間ができる仕事まで行政が奪ってしまう、それが今の堺市なんです。ここにある東文化会館、地域は民間団体が運営をしていました。しかし今また文化振興財団、堺市が出資をしている外国団体が奪ってしまいました。図書館の運営も堺市、今は民間企業が実施をできるにもかかわらず、これは行政がやるべき仕事、このように昔の関連方がずっとついている、それが今の堺市政なんです。箱物行政、補助金行政、他にもたくさんの古い行政の例があります。今の古い堺市政を徹底的に見直して、新しい発想、民間の力でこの社会を成長へとつなげていく、これができるのは維新の会しかありません。自民党、民進党、共産党が一緒になって応援する候補では行政の改革は絶対にできません。私たち大阪維新の会は発足から7年間挑戦と実行を繰り返してきました。私たちはこの大阪でさまざまな改革を進めてきました。次は堺です。この堺が停滞、衰退ではなく、大きく成長するためにあらゆる知恵を絞り、そして責任を持って堺市政を行っていきます。これから一生私も暮らしていく街です。皆さんと共に堺市で、そして今はもちろん10年後、20年後、50年後、次の世代にも財産を残したい、素晴らしい世界を次の世代にも残したいんです。堺には可能性があります。しかし時間がありません。堺の人口は減り続けています。減り続ける人口との堺、今挑戦をしなくては住民サービス維持をすることすら難しい、これが今の堺の状況なんです。一方でこの堺が勇気を出して挑戦をすれば、住民サービスの維持どころか向上を目指すことができるんです。高い水道料金の値下げ、上水道は大阪市の 10% 高い料金、下水道は倍高い料金を堺市民の皆さんは払ってらっしゃるんです。これで本当にいいんでしょうか。私は今のこの堺市が抱えている水道行政、その在り方を見直して周りの市町村と連携をする、大阪全体の大きな視野で考える、民間の力を取り入れる、さまざまな工夫をしながら安心安全の水道と、そして安い水道料金、この2つを両立をする、50円どころの値下げではなく1割2割大幅な値下げをしていく、そのための方策を実現をしています。大阪維新の会、堺市長候補、長辻秀樹、堺のためにできること全てを行っていきます。古い行政を徹底的に見直して刷新をして、新しい発想、民間の力でこの堺を経済から成長につなげている、今の不祥事が頻発する堺市政、一部の組織や団体だけが笑顔になる補助金行政、一部の地域に市民の税金が何十億円、何百億円と使われる箱物行政、徹底的に見直して市民の役に立つところ、市役所を皆さんと一緒に作っていきます。停滞化、成長化、必ずこの社会は生まれ変わることができます。10年後、20年後、50年後、次の世代にも堺市民にも大きな財産を残したいと思います。大阪維新の会、堺市長候補、長辻秀樹、どうか皆さんの一票でこの堺は変わるんです。よろしくお願いします。ご清聴ありがとうございました。皆様ご清聴ありがとうございました。皆さん、我々大阪維新の会は
組織も支持母体もありません。しがらみのない大阪維新の会がこれまでこの大阪において改革を進めてこれたのは、多くの組織にも属さない特別な補助金も受けていない一般市民の皆さんの大きなお力のおかげで、この大阪では改革を進めることができました。こういった改革、この社会でさらに前に進めていくために、皆様お一人お一人のお力を長藤秀樹へと賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。ご清聴どうもありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございます。皆様にお伝えをさせていただきましたのは、社会保護の長瀬秀樹、そしてご当地選出黒田正樹市議会議員でございました。下の台周辺の皆様にはお忙しい中、この声にお耳を傾けていただきましてありがとうございます。そして今候補者皆様にご挨拶とお願いへと伺っていただいております。ちゃんと握手を交わしていただきまして、長瀬秀樹に思いを届けていただいているところでございます。どうか皆様におかれましては、長瀬秀樹、長瀬秀樹、社会長には長瀬秀樹なんだとお心